東京都電車は、東京都地方公営企業の設置等に関する条例、及び東京都電車条例に基づき、東京都が経営する路面電車である。通称都電。2017年10月現在、荒川区の三輪橋停留場と新宿区の和稲田、停留場を結ぶ荒川線 12.2km の一路線のみが、運行されている。 前身は1882年に開業した東京馬車鉄道で1903年から1904年にかけて同社が路線を電化して誕生した東京電車鉄道、新規開業の東京市街鉄道、東京電気鉄道の3社によって相次いで路面電車が建設された。その後3社は1909年に合併して東京鉄道となり、 さらに1911年に当時の東京市が同社を買収して東京市電1943年の東京都政施行によって都電となった。最盛期には営業キロ約213キロメートル40の運転系統を用しつ日たち約175万人が利用する日本最大の路面電車であったがモータリゼーションの新店や低都高速度交通営団 東京都交通局の都営地下鉄の発達によって採算性が悪化していった。1967年に東京都交通局が財政再建団体に指定されると再建策の一環として1972年までに廃止されることになったが、1974年に荒川線の高級的な存続が決定し今日に至っている。 電車開業までの経緯東京では1872年頃から窓か太郎馬車と呼ばれる乗り合い馬車の運行が始まり、1882年6月25日には日本初の民間資本による鉄道会社である東京馬車鉄道が新橋日本橋間で開業した。同社はその後品川と上野浅草を結ぶ全長約1 6の路線を開業させ、 1902年末には、軌道延長 33.6km、客車300両、馬室2000頭を要する規模に成長した。しかし、馬車鉄道の開通で、市民生活の利便性が向上した反面、馬車の運行で道路が損壊しまぐそや砂人が飛散する、ことから、沿線住民の苦情も耐えないのが実情であった。そこで、より近代的な交通機関として、 路面電車が計画されるようになり、1889年には、大倉喜八郎、藤岡一助ら東京電灯関係者や、実業家の立川雄二郎らが、政府に不設計画を出願した。だが、当時は、電気鉄道そのものが、まだ誕生して間もない技術であり、これらの出願は、時期尚早と見られ認可されなかった。そこで、翌1890年に、 東京、上野公園で第3回内国環境百覧会が開催されると、東京電統は、同社技師長であった、藤岡一助主導の元会場内に170件の軌道を敷設し、藤岡らが、米国視察の折り購入した電車のデモ運転を行った。入場料3 0に市場料2000と、決して安くはなかったが、電車の静粛さや、物珍しさも手伝って、 でも運転は、たちまち大評判となり、内国広をきっかけに、電車敷設の動きは、本格的なものとなった。こうした経緯を経て、1895年に開業した、京都電気鉄道を皮切りに、名古屋電気鉄道、大志電気鉄道、小田原電気鉄道など、全国各地で、電気鉄道が続々と開業していった。ところが、 東京では1893年から1899年の6年間で35社もの出願が相次ぎ特許権獲得をめぐって対立し合っていた。特に有力な出願者だった東京バッ鉄道、天宮慶次郎らの東京電車鉄道、藤山ライタらの東京電気鉄道、都市光鶴松らの東京自動鉄道の4社の対立は激しく巨認化が 自由党と進歩党の清掃の具にされたり、電車を民営とするか市営とするかで、東京市会や資産事会が紛糾するなど、大きな混乱が生じた。また当時東京市内の都市計画を担っていた、東京市区改正委員会が、電気鉄道の不設条件について介入したことも、混乱に拍車をかけた。デモ運転から10年が過ぎた1900年、 右予曲折の末内務省は、東京電車鉄道、東京電気鉄道、東京自動鉄道の3派が合同して組織した、東京市街鉄道、岡田治上武志らが、四谷品の町青山渋谷池上、川崎間などの路線を計画して設立した、川崎電気鉄道、そして、季節の東京馬車鉄道の3社に対して、特許を与えた。 東京市電の誕生を三社のうちまず最初に開業したのは東京馬車鉄道から改称した東京電車鉄道で1903年8月22日に馬車鉄道線の内品川新橋間を電化して三重県の宮川電気線に次ぐ日本8番目の電気鉄道となった運転未熟と軌道に石が入るなどで終点まで約1時間30分を要し 11月25日、上野まで開通した。東京電車鉄道は1904年3月までに、すべての路線を電化し、馬車鉄道の運行を廃止した。東京電車鉄道に遅れること25日後の1903年9月15日には、東京市街鉄道が、月屋橋神田橋間で開業した。その後同社は、同年十一月に、日比谷、半蔵門間、 12月には、神田橋両国、半蔵門新宿間などを開業させていき、営業キ路や乗客数、運賃収入などの面において三社中最大の会社となった。1900年に、川崎電気鉄道から解消した東京電気鉄道は、1904年12月8日に、土橋お茶の水橋間で開業し、その後皇居外堀に沿って、飯田橋、四谷、 高坂などを経由し、土橋に戻る、環状線を建設した。このように、東京市内の路面電車は3つの会社によって、別々に整備された。だが市民にしてみれば、こうした状況は電車を乗り換えるたびに運賃がかさむ、不便さがあり、次第に、運賃の共通化を求める声が大きくなった。一方各社の経営陣は、当時日露戦争の戦費調達を目的に、 通行税が新設されたこと、また内務省の要請で運賃の早朝割引を開始したことなどが経営の負担になっているとして、運賃の値上げを計画しており、1906年には利用者の要望に応えるという建前で運賃の共通化と同時に値上げを申請していた。そして同年9月11日に3社が合併して、 東京鉄道を設立すると、翌12日には運賃を4000均一に引き上げた。しかし日露戦争に伴う増税や、物価高が負担になっているのは、市民も同じであり、合併と値上げが認可された直後から激しい反対、運動が起こり、同年9月5日には、日比谷公園で開かれた、集会の参加者が暴徒化して電車が投石される、事件まで発生した。 折しも当時は1903年に大阪市が市営電車を開業したことで電車事業の公益性が意識され始めた時期でこの一件をきっかけに東京でも電車の私有支援を求める世論が高まったそこで東京市はかねてからの市営派だった小崎幸吉町の温度で東京鉄道の私有化に乗り出し1907年12月には 同社との間に買収価格6750万円で仮契約を締結した。ところが、東京市が内務省に提出した買収認可申請が翌1908年1月に却下されてしまった上、その直後に東京鉄道が突如買収を拒絶したことから、東京市は私有化を一時見送ることにした。買収が不発に終わった同年の12月、 東京鉄道は再び五千均一への運賃値上げを申請し、前回にも増して猛烈な反対運動が起こったことで、政府もついに東京鉄道の私有化を本格的に検討するようになった。1909年10月、時の定心大臣、後藤新平は、小崎市長に参加上からなる覚書を示して、一定の条件の下で、 東京鉄道の私有化を認めることを約束した。この覚書をもとに、東京市は再び、東京鉄道の買収に臨んだが、東京鉄道が、市の提示した、買収価格5800万円を不服としたので、物別れに終わった。だが、私有化問題が長期化すると、最初買収を却下した、内務省も次第に私有化容認に傾き、1 9十一年六月に、 成平田東介内務大臣は、後藤定賞、一聞き特労内務時間列席のもと、小崎市長に対して、東京鉄道の買収を勧告した。勧告を受けた東京市は、同年7月1日から、買収交渉を再開し、政府の仲裁もあって7月6日には、買収価格6416万5518円で、合意し改めて買収仮契約を締結した。 買収案は7月9日に東京市会、7月24日に東京鉄道の臨時株主総会でそれぞれ承認され、7月31日付で政府の買収認可が交付された。こうして、東京市内の路面電車は1911年8月1日から新設された東京市電機局に引き継がれ、東京市電が誕生した。第一次世界大戦と、 市電黄金期大正時代の絵はがき。1910年代後半から20年代初頭にかけて、東京市電は流行下に、東京の名物満員電車いつまで待っても乗れやしねえ、と歌われるほどの混雑を呈した。東京市電の発足後、東京市電機局は、路線網の大規模拡充を図り、1913年度から1916年度までの4年間に、 総額1317万6000円を投じて、未成線 128.7km を整備する第一次継続事業計画に着手した。東京市電は、発足時点で、すでに営業キロ 98.8km、局員7861名、車両154両、1日の乗客数約51万人という、規模を有していたが、 東京鉄道時代に特許権を取得して開業に至っていない未成線も 180km 余り引き継いでおり、私有化で電車の整備が進むと市民から大きな期待が寄せられていたためであった。当初は全ての未成線を4カ年計画で整備する予定であったが、財政への悪影響を懸念した監督官庁の指導で計画を第1期と第2期に分割し、 このうち、第一期線が第一次継続事業計画の対象となった。積極的な拡大方針により、東京市電の営業キロは私有化から1914年度末までの5年弱の、うちに3 0トル以上伸びて1 2 8 0トルとなり、市内のみならず目黒、渋谷、新宿、大塚、巣鴨など、当時まだ、 東京市外の軍部だった地域にも電車が開通した。ところが1914年8月に第一次世界大戦が勃発すると金融市場の混乱で資材発行による資金調達が難しくなった上日本国内では大戦景気と呼ばれる後景気で物価が著しく高騰し路線整備にも支障をきたすようになった。 やむなく市電気局は第一次継続事業計画の見直しを行い、1915年2月には司会の議決を得て修正予算案と事業期間の2年延長を決定したが、1915年度の新規開業はわずか 0.4km。1916年度は皆無に終わり、大規模な新線建設は私有化後の数年間推進されただけで頓挫してしまった。 運賃も物価高騰に伴い1916年7月には片道4000から5000、1920年6月には7000へと値上げされた。一方で後継期とあって交通需要も増大著しく、1日の乗客数は1916年度の約72万人から1919 19年度には約108万人、1922年度には 約131万4000人と6年余りで約1.8倍の増加となった。これにより営業係数34.3を記録した1917年頃から経営状況は好転し、以降も1921年度、1922年度には、 減債基金の積立や市経済への繰り入れを行って、なお400万円以上の常用金を計上するなど、大幅な黒字経営に転換した。この時期の東京市電はほとんど唯一の近代的、交通機関として、市内交通の8割を担っており、1910年代後半から20年代前半にかけての時期はまさに、東京市電の黄金期であった。もっとも、 乗客が増えてもそれを輸送する路線や電車の整備が進んでいなかったため黄金期の市電では慢性的な混雑が大きな問題となった。特に1910年代から出現した通勤ラッシュ時の混雑は深刻で乗車まで30分から1時間待ちになることや乗り切れない乗客が 社外にまで鈴なりにぶら下がるといったことが状態化し、東京名物マイン電車として、当時の絵はがきや、俗用の題材にされるほどであった。この事態に、市電機局は、日本の路面電車車両としては、初の3、扉電車1653型200両を、製造した他単車と呼ばれる小型電車の2両連結運転を、行うなどの対策を取ったが、 より抜本的な解決策として1920年度から新たに第二次継続事業計画に着手した。第二次継続事業計画は総事業費1億3230万円を投じて未成線約8 0トルの建設と車両2050両の新造及び改造車庫15カ所と変電所20カ所の新設。 さらに季節線の河川や軌道の改良も行う一大プロジェクトであったが、結局関東大震災の発生で見直しを余儀なくされた。関東大震災からの復興1923年9月1日、いわゆる関東大震災が発生すると、東京市電は電力設備の機能停止で送電が途絶した地町、全線で運転不能となった。 さらに地震後の大火災によって電気局本庁舎を、はじめ営業所4カ所、車庫5カ所、車両工場などが全焼し、消失した電車は779両に及んだ。設備の被害は、軌道 152km、河川 66km、橋梁26カ所などで、被害総額は、市電だけで2500万円、市営電灯を含めた。 電気局全体では4000万円に上った。本庁舎を失った。電気局は9月2日に東京市役所、ついで9月3日に桜田門外にあった資材置き場に仮本部を設置し、大阪市電気局などの協力を得て復旧に取り掛かった。市電の復旧は比較的被害の少なかった山の手方面から着手され、早くも9月6日には、 新名庁舎湖前から、上野三橋間、9月8日には、青山六丁目桜田門、四谷塩町仙岳寺,寺前間で、運転再開にこぎつけた。被害の大きかった下町方面も、同年10月20日柳島亀沢町間で、運転を再開したのを皮切りに復旧が進められ、1924年6月12日には、市電全線の復旧が完了した。 また、1924年1月18日からは、市電復旧までの代替措置として、都営バスの前身である、東京市営バスの運行が開始され、市電復旧後も引き続き、東京市民の足として活躍することとなった。震災後の経営不振しかし、関東大震災後、東京市電の利用者数は1924年度の1日。 平均136万人をピークに減少傾向となり、1934年度度には、ピーク時の6割ほどの約78.8万人まで減少した。これは、関東大震災を契機に、自動車の有用性が広く認識されたことで、日本国内でも、初期的なモータリゼーションが始まり、ウゴの竹のコのごとくに乱立した路線バスやタクシー、 事業者との激しい競争に見舞われたためである。また震災後は、郊外の宅地開発や都心部のビジネスセンター化など、都市構造の変化が進み、商船電車や私鉄が郊外へと路線網を拡大した。一方、既存の市街地にしか路線を持たない市電は、交通需要の変化に十分対応できなかったことも、 不審の一因であったさらにこの頃になると、路線の拡充などのためたびたび発行してきた資債の償還が大きな負担となり、乗客の減少と、相まって1935年度には、資債費が、運賃収入の96%にまで、膨れ上がっていた。全市都政施行後から、財政再建団体指定路線撤去1路線1。 系統化号とな1961年4月のと、電路線図区間ごとの正式な線路名称を基準に、印、当該区間、または、複数の区間をまとめた通称がある場合は付記する。運転系統は1962年を基準とする。電停の名称は、最終運行時のものである。なお、東京十三区の内大田区、葛飾区、世田谷区、練馬区は、 都電路線を有したことがない東京電車鉄道が一部、または全部を付設した路線東京市外鉄道が一部、または全部を付設した路線東京電気鉄道が一部、または全部を付設した路線東京鉄道が一部、または全部を付設した路線王子電気軌道が付設した、路線上東電気軌道が付設した、路線玉川電気鉄道が付設した、 路線西部軌道が付設した路線公園寺線、小木久保線は、杉並線の通称を持っていた。これらは、期間が 1067mm であった。その他の路線太平洋戦争後、市の江浅廃島への系統数41は、日本の路面電車史上最多である。とはいえ、放射状に広がる広大な路線網を効率的に運行するため、各系統の独立性が高く、 他日系統しか通過しない区間も多かった。同じ理由により、他都市で見られた循環系統も存在しない。なお、この全41系統は一時期にすべて揃っていたわけではない。1974年10月1日をもって、それまで残っていた27系統と32系統が荒川線として統一され、系統番号は消滅した。 都電は道路を運行していたため、配線跡は、ほとんどの場合道路に埋もれてしまい、現存していない。しかし、一部の専用軌道など、配線跡として残っているものもある。港区芝浦2丁目にあった、都電の車両工場へつながる、専用の橋である、船地橋は、21世紀初頭まで残っていた都電の、数少ない配線跡であった。対岸の工場跡には、 難民やホームレスの収容施設が建てられたこともあった。しかし、工場跡地を含む一帯が、芝浦アイランドとして、再開発されるのに伴い撤去された。2007年5月28日に、同じ場所に新しい船地橋が、歩行者専用橋として架けられ、橋上には来歴にちなんで、タイルでレールをかたどった装飾が施されている。小松川線は、 東京地下鉄道の路線を継承したもので、近視町起点は1947年9月までは、高等橋線近視堀電停とはつながっておらず、近視町駅前交差点南東角の白木屋近視町店の1階に位置しており、そこから、京葉道路に出ていた。建物は、その後東京都交通局の外閣団体が経営する、高等デパートという名のショッピングビルになっていたが、 老朽化のため隣接する富士銀行金市町支店と、共に1990年に東京トラフィック金市町ビルに建て替えられ、痕跡は残っていない。砂町線は、水神森から大島一丁目までは、明治通りに沿うような形の専用軌道となっており、途中建川を専用橋で渡っていたが、廃線後は、建川を境に、伊北は、亀戸緑道公園、伊南は、 大島緑道公園として整備され、専用橋は立川人道橋としてそのまま歩行者専用橋に転用された。その後、立川河川敷公園の整備と橋の老朽化に伴い、2011年9月に立川人道橋は撤去され遊歩道の一部となり、橋のあった部分にはレールの装飾が設置されている。また、橋の北詰めには、 亀井の9丁目付近で使われていた実際のレールと車輪のモニュメントとともに説明板が設置されており南詰めには橋のデータの説明板が設置されている砂町線は南砂3丁目から南砂2丁目までも専用軌道になっていた南砂3丁目交差点付近から西へ入って尾じ川貨物線を潜り高等南砂団地をぐるりと囲むように 東洋町まで伸びていた、専用軌道跡は、南砂緑道公園として整備されている。小松川線も亀戸9丁目より、国道14号から外れて、終点の西荒川まで、専用軌道が続いていた。廃線後も、しばらくのマーき地となっていたが整備され、江東区側の大部分は、浅間通りという名称の道路として整備された。旧中川を渡っていた。 専用橋後は1995年、同じ場所に、亀小橋という名称の道路橋が佳境された。道路橋から先は、再開発事業に伴い、江戸川区、桜ホールと新築移転後の小松川台に、小学校の敷地、区道、病院の敷地にそれぞれ取り込まれ、また終点にしあらかわ駅後は、首都高速7号小松川線の高架脇の側道となっているが、 これも再開発事業に伴い周囲がさらちとなり、かつ2002年までにスーパーテーブとして整備されたため地形も変形しており、面影は全く残っていない。市の江境川浸水公園にある伊香東荒川より今井橋までの全線は今井街道上ではなく専用軌道であった。現在の起点の東荒川は、 首都高速7号小松川線の高架下で自動公園になっており、南に折れる形で道路として続いている。小松川境川浸水公園をまたぎ、東小松川2丁目に西自動遊園を経て、船堀街道から先は一旦民地に取り込まれる。途中廃線後に設置された低迷自動遊園がある。また、一野江境川浸水公園の上にガーダー橋がかけられているが、 都電設置時と位置が異なっている。この先配線跡は保育園敷地や道路となり、また新中川開拓時に水没している。終点の今井橋は、新大橋通りの高架下付近となっている。なお、都営新宿線の市野駅は、市野江線の市野江電停跡ではなく、水江電停跡付近に立地している。上野公園前より池の橋に丁目までの区間。 シノバズ池のあぜの専用軌道跡は、入り口付近が、下町風俗資料館となり、そのまま、上野動物園までは、公園内歩道として、跡をたどることができるが、モノレール降下したより先は、動物園敷地のほか、上野グリーンクラブ敷地等の民地となっている。専用軌道からシノバズ通りに出る池の旗2丁目、伝停跡地は、 台東区の手により、池の旗児童公園として整備され、線路が敷かれてその上に、東京都交通局7500系電車が設置され、生体保存されている。荒川線、面影橋電停は1949年12月1日から1968年9月29日までは15、系統と塚線が分岐していて、 北へ曲がる32系統早稲田線に対し、しばらく専用軌道で直進し、南に曲がり、すぐ西に曲がって、東京都道305号芝新宿王子線上に出ていた。この分岐点は、専用軌道であったが、東京都道8号千代田連、マダム線が拡張されて、道路敷地に取り込まれた。また現存する、荒川線の軌道時期も、道路中央に移設され、 それまでの専用軌道は高土橋方面に向かう車地になった。明治通りに出るまでの軌道時期後は高、土橋交差点南東角の歩道になっている。この部分の歩道時期は植栽があり他の部分より広い。安国通りから大久保車庫に向かう海藻専用専用軌道の後である。元々は13系統が運行されていたが、 1948年12月25日に13、系統は、明治通りから四谷三高頂交差点で、靖国通りに入る路線に付け替えられ、従来の軌道は、翌1949年4月1日より、改装用軌道として運用された。新宿区役所前交差点から新宿六丁目交差点へ、抜ける遊歩道として整備されていて、 新宿ゴールデン街を囲むような線形となっている。十三系統は、角はずから先も新宿通りに線路が向かっており、新宿通りとの交点に、角はず終点があった。1953年6月1日に廃止され、跡地は区画整理され、現在は道路となっている。東大久保より、新田浦までの区間、牛込より、新宿駅方向にかけて下る坂道で、 途中に、大久保車庫があった。道路として整備され、現在は牛込より、新宿駅方面への一方通行道路となっている。品野町駅南口に、中央線をまたぐ、専用橋があった。現在は、外苑東通りの道路時期に取り込まれているが、都電運行時は、この箇所にのみ道路がなく、道路は西側に外れて迂回しており、都電の線路だけが南へ直進していた。 若葉一丁目から赤坂見つけまでの区間。専用軌道は両端から坂を下る形で見つけ後のトンネルをくぐっていた。なお、このトンネルは都電唯一の専用トンネルだった。1963年7月にトンネルは廃止され、赤坂方は首都高速4号新宿線の敷地となり、トンネル入り口は、 首都高速の赤坂トンネル入り口に改築されている。四つ野方は桜並木となっている。1963年より1967年12月までの同区間は外堀通り脇の専用軌道を単線で運行していたが、こちらは外堀通りの歩道となっている。1911年8月3日、前身の東京市街鉄道が渋谷地区まで延伸した。 際の終点は、中渋谷であった。宮松坂下から渋谷川を渡り、山手線をくぐらずそのまま直角に向きを変えて、山手線に沿い、現在の玉川通りを越えたところに中渋谷終点が、一致していた。2019年現在は、渋谷スクランブルスクエア東等の建設現場となっている。 1923年3月29日より1957年3月25日まで、青山線の渋谷駅前電停は、渋谷駅西口に位置していた。1938年からは東急百貨店、東横店、西立一階に食い込むように存在していたが、これは従来あった線路の上に建物が建築されたためである。建物は幻想にしているが、 改装されて、売り場の一部になっており、電停時代の痕跡は残っていない。線路跡や、ホーム跡は、渋谷駅、西口駅前広場となり、渋谷地下街の大階段で入り口が建設されている。一方、1937年7月27日に、玉川電気鉄道の渋谷駅が、玉電ビル建設のため、玉川、 下田海湖方面と天元寺橋方面に2分され、玉川、下田海湖方面は、新築建物の2階に乗り入れることになり、天元寺橋方面は、東口の東横百貨店前に、乗り場が新設される。1938年11月19日以降、玉田天元寺線が、東京市に運行委託され、市電路線に編入されると、今度は、市電乗り場が、 従来の青山線と引き取った天元寺線で2分されることになった。1957年3月26日以降は天元寺橋線の渋谷駅前電停に集約された。ただし、どういうわけか、青山線と天元寺線のレールは最後までつながっていなかった。このターミナルは都電廃止後形状を若干変更しただけでそのまま。 都営バスのバスターミナルに転用され、このまま長らく使用されたが、1990年代後半に、明治通りの交通運用改善を狙った、駅前広場整備が実施され、その際、残地されていた、ホーム、機場、河川柱などはすべて撤去された。一行も、同一で、都営バス乗り場として機能していたが、2019年、現在は、 上記渋谷駅東口再開発事業用地に取り込まれ、渋谷スクランブルスクエア東等の建設現場となっている。戦前に廃止された区間であり、天元寺橋より、伊て跡までの間は、外苑西通りになっており、その先は一部が、道路になっている他は民地になっている。開業以来、天根源寺橋から西麻布を経て、北青山一丁目までは、 専用軌道であったが、東京オリンピック関連街路整備の一環として、環状4号線、補助6号線、環状3号線等の道路敷地として利用されることとなり、街路整備以降は、全線にわたり、平用軌道区間となった。廃止時においても西側に大幅に、変側し、計画道路区域をはみ出していた広車湖周辺は、現在、 都営広5丁目アパートの敷地となっている。なお、開業当初については、地形上の問題や、周辺施設との関連から、若干廃止時の線形と異なっている部分があり、例えば当初、南青山1丁目墓地下付近は、陸軍の射撃場を避けるため大きく、西側に回り込んでいたが、戦後すぐの段階で線形が修正されていることが、確認できる。 この部分は現在青山葬儀所の敷地となっている。1925年3月11日に、それまで八津山橋南詰めにあった北品川終点に、京浜電気鉄道の軌道が接続。京浜電鉄の車両が、市電軌道に乗り入れて、途中の高輪南町から分岐して、品川駅前の同社ターミナル、高輪駅まで、市電の車両が、 京浜電鉄に乗り入れて、同社北品川駅まで、それぞれ乗り入れた。京浜電鉄は、この直通運転のために期間を、従来の 1435mm から 1372mm に、改め期した。しかしながら、1933年に、京浜電鉄は、横浜以南の湘南電気鉄道と、相互直通運転を行うために、 期間を1 4 3 5ト、mm、ルに再改め機。市電との直通運転と高輪駅への乗り入れは打ち切られ、この時市電の終点は品川駅前まで交代した。八津山橋を渡った先にはもともと、京浜電鉄のものである1 4 3 5ト、mm、ルに改め機された、平洋軌道が1956年6月30日まで存在しており、 京急電車が通っていた。市電北品川終点跡地は、京急電鉄の手で開発され、分譲マンションになっている。併用軌道を廃止する場合、事業者は現状を回復する必要があるため、原則として、機場類は撤去される必要がある。しかし、都電の大規模廃止が実施された時期は、全国的に事業者の経営問題による軌道の廃止が、 相次いでおり、現状復旧費用が事業者の収支をさらに悪化させる懸念があったことから、特例として、軌道の上に5センチのオーバーレー舗装を行うのみで、現状復旧とみなして良いこととなっていた。このため、経年により、道路上に線路のある部分が浮き出し、軌道がわかるような箇所がいくつか存在したが、後の舗装回収時の撤去や街路、 拡幅工事などにより2000年代前半までにおおむね処理されており、現在はほとんど残っていない。2020年1月、お茶の水橋の改修工事に伴って、舗装の下から、西北町線の線路が露出して、話題となった。なお、銀座通りについては、使用していた機場をすべて共同工の立ち食いに、転用しているほか、軌道の敷石に使用していた。 三影石は整備の上歩道の敷石としてリサイクルしており、大規模撤去の対象区間でありつつも、例外的に完全な撤去が行われた。若干性格は異なるが、博物館、明治村に移築保存されている新大橋の橋上には、現役当時敷設されていた都電の軌道が再現されている。都電が廃止されると、その系統ごとに代替バスが運行されるようになる。 系統ごとの代替バスは次の通り。なお、並行する地下鉄の延伸、開業などにより廃止された区間や一部経路が、都電時代からやや変更されている区間もある。2020年4月現在、都電の車両は以下の五形式が使用されている。いずれもワンマン車、冷房車であり、一両で運行される。路面電車ではあるが、現在運行されている荒川線には、 路面停留場がなく、また各停留場のホームを車両床面と同じ高さまでかさ上げしてあるため、他事業者に見られる、朝廷省電車は導入されていない。路線廃止に伴い余剰車両は大量に廃車され、多くが解体されたが、86両は他の交通機関や地方自治体、学校、企業に譲られた。函館市へ7000系10両。 長崎電気軌道へ2000系6両が営業用として譲渡され、1000系1両は西部所沢車両工場で客車に改造され、うご交通横装線で使用された。また5 5 0 1が上野公園に展示され、葛飾区、府中市、板橋区、豊島区、大田区などへ公園展示用として、企業には従業員休憩所や倉庫として、他には幼稚園、 小学校に寄贈され、千葉県は団地自動対策として15両を譲り受けている。その他の特徴として、他社による模倣形式が挙げられる。ある会社の車両とよく似た仕様の車両が別の会社で製造されるケースは他にもあるが、路面電車において日本一大きな都電からの模倣はかなり多く、該当形式としては3000系、6000系、7000系、 8000型などが挙げられる。旅客用電車貨物用電車事業用、車両備品都電の大規模撤去が開始される前の1960年の時点では、都電の営業所は17箇所、車庫は16箇所、さらに発出所が1箇所存在していた。その後、都電撤去の進捗に合わせて営業所、車庫は順次廃止されていき、 1972年11月12日に、柳島電車営業所、柳島電車車庫及び近視掘電車営業所、近視掘電車車庫が廃止されて、以降は、それぞれ、荒川電車営業所と荒川電車車庫の一箇所ずつのみとなった。各営業所が担当した、運転系統は、1962年時点のもので、ある。公園児線、 小木久保線を例外として、それ以外の全路線の基間が 1372mm である。東京電車鉄道の前身である東京馬車鉄道がこの基間を採用し、東京市街鉄道、東京電気鉄道も追随した。国際標準機の 1435mm と国鉄在来線などのいわゆる狂気の 1067mm の中間のサイズであり、 馬車鉄道に由来することから馬車機関と呼ばれることが多い。日本では都電との関連からこれを選択した口述するいくつかの東京圏の例を除けば函館市電が採用しているのみである。また、世界的にも他に採用例は少ない。東京馬車鉄道が1882年の開業時に 1372mm 機関を選んだ理由は不明である。 ニューヨークの馬車鉄道がかつてこの機関を採用していたのに習ったとする説があるが、ニューヨークの馬車鉄道は、当初から 1372mm ではなく 1435mm の標準機を採用していたためこの説は誤りだとする、反論がある。現存の私鉄線では、都内に残る、もう一つの機動線である東急世田谷線と、 機動線として開業し、後に鉄道路線となった京王電鉄京王線がある。いずれも当初、市電との乗り入れを目論んで選択したものであった。過去の例としては、京浜急行電鉄、京成電鉄、新京成電鉄、東急玉川線、横浜市電などがある。ありがとうございます。